はい、ガッチャンです。LINE ご覧の皆様、ガッチャンです。今日はですね、まだお昼前なんですけど、普段はね、お昼前に、ジャンピングエクササイズしません。というのは、結構ね、運動、心臓に心拍数が上がりますかね、心臓に負担があるということで、私の、エクササイズの先生は、午前中に激しい運動をやめた方がいいよっておっしゃってました。まあ、それで、午前中はやっていいんですが、ちょっとね、今日は午後からちょっとバタバタして夜も取れそうもないので、午前中からやってます。と言ってもね、午前中やらなくなったの最近だから。はい、早速やっていきます。はい、で、今日が、この動画のシリーズを取り始めて、100日目。じゃあ、100じゃない、31日目。はい。モリンガの、そう、スーパー、モリンガ使ってのエクササイズを始めて、今日で、何日目 ?41 日目。はい。で、118キロから現在まで、今 104.5 キロです。はい。で、停滞期が長かったんですけども、昨日あたりから、ちょっとずつ、0.5 とか、0.5 までいかないな。ぐらいずつ、体重が再び落ち始めてる気がします。でですね、まあ、この調子で落ち続けてくれるんだったらっていう気持ちも含めて、あと9日が、そう、要するに50日、スタートして50日までに、100キロを切りたいなと思ってます。まあね、計算してみたら、1日 0.5 ずつだから、まあね、ものすごく一番持ってた時のペースだったら、1日1キロぐらい折ってたからね、そう、楽とか思うんだけど、まあ、そんなわけで、ちょっと前までね、ジャンピング3分間だけだったんだけど、そう、今日から、ジャンピングを、てか、おとといから、ジャンピングを、4回に、4分に増やします。で、ジャンプの仕方、もう、左負担にかからないような、ジャンプに、ちょっとね、エクササイズの先生に教えてもらって、そう、ですね、この動画だけじゃなくて、終わった後に、1時間ぐらいの、ブートキャンプの、ブートキャンプをやってるんですけども、そう、それはね、はい、動画を見た方、エクササイズの先生と、うちの商品とタイアップしませんかってことで、独占契約をいただいて、まあ、モニターですよね。モニターをやってます。はい。なので、私のダイエットね、もうすでに、私の気持ちだけで、やりたくないとかやめたいとか、そういうレベルじゃん。そう。もう半分以上お仕事みたいな感じになってます。で、その先生から、膝を痛めないジャンプの方法を教えてもらいながら、4分間、お腹チカチカってるんですよね。そう。4分間のエクササイズをしてます。で、もともとはね、なんだっけ、カレン、ロサンゼルスのね、友達のカレン、まあ大変お世話になったというか、そう、もうね、世界中でもっとすごく有名なね、方なんだけど、カレンから、この、そう、これ、そう、見える、あ、そう、そう、ここで映ってればいいか、はい。この、XM3 っていうダイエットサプリをの、モニターしてくれませんかということで、最初1週間始めてみたんだけど、あれ ?2 分 ?2、3、4、5。そうだよね。なんか早いなって気がした。始めたんだけど、そう、その後、このね、カレンのそのチームのみんながこの動画が面白いってことで、そう、スポンサーになっていただいて、その後も、ダイエットします。なんでね、そう、どっちかというと、そう、なんか、ガッチャっていう広告とかな。確かにね、最初の頃の動画を見ると、なんかね、もうね、半分ね、いやいや撮ってるような感じだったんだよ。そう。
で、ジャンピングエクササイズを始めた頃というか、じゃあ最初に10日間やって、試してみて、あ、これすごいかもって思うよ。思った。もう何かね、他なんか待たずに、3日4日飲むと、あ、このサプリやっぱ、やばいかもって、思った。うん。ほんで、それからそのサプリを、飲み始めて、はい、飲み始めて、そう、で、そう、モリンガの他の、粉末状のね、スーパーサプリを飲みながら、現在に、至ってます。あと多分30秒ぐらい。で、このサプリね、意外とね、人によってね、肯定反応が出るっちゃ出るみたい。そう、肯定反応だと思うんだけどね。まあ、そんなわけで、まあ、飲んでみたいって方は、あれ？あ、とっくに超えた。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるかっちゃんです。そんなわけでですね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただければ、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも声援ありがとうございます。ガッチャンでした。